どうせ勝てないから選出は何でもいいよって、まあ、毎回見んねんけど、俺勝ってるから、お前が思ってる以上に。ドラッグの売人ちゃうわ、お前。オッケー。オッケーやけど、もうちょっとね、ここは。そら、ライボート安定やろ。うん。25時まで枠取ってるから、いや、多分12時ぐらいで終わる、今日は。2時間やらないぐらい今日は終わる予定。一応そのなんか、また延長ミスとかやから、とりあえず最低3時間で取ってるけど。別に1時までやってもいいけどさ。そもそも1時までやってたら仕事行けないなんて、そんな甘ったれた考え、お前な、お前ぐらいや、そんなしてんの。社会人っていうのはどんなことがあっても朝パッて起きてもうそこで準備して出社すんねん。もう最近の俺も7時20分にバッて起きても20分で準備してバーって出るから、最近の俺すごいぞほんまに。うん、よし、はい、レートビーム。雑魚相手って言うけどレートはそこそこ高いだよ。でも1579とかでしょ。あー、ハッサム来た。これはちょっと無理や。このバッサムはちょっと無理やな。このバッサはちょっと、このバサはちょっと受けられない。いや、そうでもないか。いや、ちょっと待って。やったら、まあ。まあ、これでいいや。トンボ、多分ここで3まで出てくる相手。あ、結構効く。これ、ハチマキやね。ハチマキ、このハチマキハッサム。いや違う、風呂、シャワー浴びて。10分でシャワー浴びて、10分で準備して、ダッシュ。それが俺の今のスタンス。これ電流どうしようかな。もう正直言わせてもらっていい？勝てんねやんか。正直勝てるからな。電流、あ、まあでもちょ、こっちでもライボルト持るし、相手としてはこう、まあ、10万ボルト持ちにくいやろ。打ちにくいと思うし、ちょっとメガ読みでじゃれつく。よしで、電流の素早さはちょっと低くなるから、おそらくマリルリが先手を取れるはず。あ、そっかー、メガターンは、そっか。そんなおかしい、もうええ、もうええわ。いいだろう。そんなに死にてえなら、ぶちのめしてやるよ。いけ。いや、それ、だって、でも、しゃあないもん。これ以外ないもん。あー、でも、確定算っすか。リュウハ、味覚堂。リュウハ、味覚堂、耐えてくれ。おかしい、もう、これ。あー、これハッサム突破できへんな。ハッサム無理や。もうなんでこんなパーティーで負けなあかんねん、この俺が。
百戦錬磨の俺がこんなパーティーに負けるなんて。百戦錬磨、威風堂々、波乱万丈、百勝百戦の猛虎猪突猛進のこの俺が敗北するなんて。うわ、耐えた。この位置耐えたのはちょっと利用したいな。口だけお化け危険ドラッグ愛用者だから、ほんまちょっとあることないこと書きすぎじゃない、こういうここのタグのやつら。ふざけんなよ。あ、てか高田健二さんと全然対戦やってへんな。でどうせつぶてやろ、まあ、ドンファンのつぶてなんて誰でもできんねんか。もうちょっと面白いの考えろよお前。ドンファンにアクアジェット覚えさせてみろよお前。ドンファンの氷のつぶては誰でもできるけどな、アクアジェットを覚えたドンファンなんてな、お前らには無理やろ。プロアクションリプレイで改造で。もう最悪やん。ニコ生の背景に妖怪出てきたけど白に戻してください。いや、なんかそれね、なんか今なんか夏限定でニコ生、ニコニコ運営が遊んでるらしい、そうやって。もうちょっとなんか空いてるレートが低くなってきたな。うわ、しかも何このパーティー、何このパーティー、何やこのパーティー、ちょっと待ってや。ちょっと待てよこのパーティー。ザンダーいるなぁ。いや俺のパーティー結構でもマイナーどころで組んでるで。サンダー、ハッサム、バシャ、バシャサンダーはやつ絶対コンボで出てくるよな。ガブザン、バサ、バシャ、ウサギ、ゲンガが、バリルリマリルリって濁音が一切使えないから、もう無理やり。バリ、バシャ、バンダ、バッサム、バブリアス、バンガ。バブリアス、ちょっと怖いな、ちょっと。うわ、でもこれやっぱ先方はね、どうしてもこうやな。ちょっと待って、待て。なるほど。読めたぞ、相手の思惑を読めたぞ。これはな、これはね、まず先方は、こう、いや、待て。先方こう、まあさ、多分さっきと同じ感じになっちゃうかな。バブリアス。水ドラゴンみたいな絶対中ボケやろ。バブリアス、水ドラゴン、素早さ120みたいな、攻撃130、素早さ120、 H110、 特攻40、特防防御85みたいな。恐ろしいよな、そんなんやったら。これどうしようかな。これどうしよう。まぁ、あ、ちょっとここでね、大光打っちゃうのもね、あれやねんけど。まぁ、あ、相手はが、まぁ、あ、ちょっと待って、もうここはね、ある意味一気に勝負決めに行こうか。耐える。オッケー、しかも全然耐えるわ。ミンゴルって何？あ、みんなのゴルフ。あれまだやってんのあれ。ゴルフゲームパン屋しか知らんわ。まあタスキやろうけど、あ、タスキじゃなかった。で耐える、サマー耐える、よし。
や、これでね、もうガブはね、早めに倒しておきたいね。っていうのも、こっちのパーティーに、こっちのパーティーにガブさえいなければ、あともどうしてもなるから、残りメンバー。多分、あ、ハッサムやろうな。ハッサムいればハッサム。うん。あ、ゲンガーか。はい、買った。はい、買った。まあ、正直さっきのはね、あかんねん。やったあかんねんけど。まあ、ゲンガー、まあ、他にタスキ候補結構いたからな。で、まあ、ゲンガーが、ゲンガーじゃなくて普通のバージョン。まあ、ゲンガーの封じでこの前一回だけ見たけどな。一回だけこの前ゲンガー封じ打ってきてん。焦りましたけどな、あれはね。はい、じゃあもうあとはもうこれでいけるやろ。プニキのゴルフって何？ちょっと待ってな、ここ。ちょっと待って、そうやな、道連れ絶対来るからな。かといって、そう、S だよ、ごめんな、負けてるからさ、メガ進化しないけど、こいつ、こちらが物理しか、攻撃しか技しかないねんな。メガ進化すれば抜けんねんけど。やから、ちょっとここは様子見で、あ、いや、OK、OK、ここは OK なんですよ。うん、いや、ここは様子見で、いや、サンダーも多分、太鼓からの枠でいけた気がするんだけど。まめちずれが来るわね。当然来るから、ちょっとここでワンクッション置きます。ワンクッション置く。もう一回道連れやってくるようなら、もう俺の勝ち。なぜならこの俺には殿下の宝刀があるからな。教えてやろう。貴様に絶望見せてやる。はい、勝った。耐える。絶対耐えてくれ。頼むから耐えてくれ。耐えてくれ。はい、勝ったー。デンジャーなんだなバグに頼る男って、これやしが普通にスパイサーダウンに頼っただけ。あー、やっぱあと一匹サンダーやったか。なるほどな。ちょっとここはね、時間かかるかもしれない。討伐に。まあ、モンハンで言うなら45分進ぐらいみたいな。45分進はかかるな、サンダー討伐に。だから確実に枯れる。耐えて。よし、OK。一回ちょっと回復しよう。うん。一発回復しとこう。はい。いや、でもごめん、だって毒とか打ってくると思ったもん。おっきいヘラジー来たー！特攻かかってくぜー！ここは相手ちょっとあかんわ、それ。よし、あとはもうメガ進化からの、10万がこの火力が、あ、降参来た。まあ、ここは降参やろな、今のは。うん。まあ、ちょっと独特警戒で、ちょっとね、ちょっと一旦様子見にしたけども、まあ、今のは、まあ、でも泣いてるレートそんな高くないからな、あんまりな。勝ったところ、まあ、しっかりやっぱ、まあ、今日負け越せないからね。うん、負け越さない。今のレートがちなみにこういう感じです。はい。勝率が、これなんぼ ?7 割ぐらいやろ？はい。もうすぐ2000やな、これ。スピーカー。二つのスピーカーって昔なんか NHK にあったよな。あ、6割か。さあ、6割。まあ、勝率6割全然 OK。これ、アリーナのコメに何回か助けられてる。まあ、確かにそれは言えてる。まあ、チャンネル会員様のね。チャンネル会員様方のね。やっぱりコメントとかね。助けられてはいますけれども。はい。これ非常にちょっとあえて俺が僕と苦手とするタイプのパーティーではあるんですけれども、まあそうなんですがね、ちょっと脅威、そうなんです、不思議バナのちょっとこの辺がちょっと空気なんですけども、ちょっとここはやっぱりファイアローが絶対に欠かせないパーティーになってくると思わせておいて、やっぱマリルリがいるんで、ちょっとなかなか安易に出せていけないんですけども、そこはしっかりちょっと、あ、ちょ、これから今回クレセリはちょっとお休みかな、
なるほど。オッケー、わかった。よし、じゃあこれでいこう。決めた。アロ、アロマリ。いや、マリアロ。あー、どうしようかな。はん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 。はい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 。はいはいはい、わかりました。なるほど。そうなんすわ。まあ相手の手持ちには内木花がいるだけれども、こちらにファイアローがいる。ファイアローの赤果ての翼の、ブレイバードで、まあおそらく角位置を取れるかと思います。視聴者の皆さん、ご安心ください。そうだな、残り1体を、どうしようかな。そうだな、よし、残り1体を決めました。私、彼にちょっと頑張ってもらおうかなと思います。はい、